チャオ、あちゃんです。今日、4月の16日金曜日、あちゃんのお昼ご飯はウォーテル水産さんでランチです。はい、ということでね、今日のあちゃんのランチは、何やったっけな、漁師丼串カツ定食、はい、と、でご飯少なめで行きました。あで、シュウ君はこれは日替わり寿司うどん定食と、サーモン三昧と、これは何だ、ハマチ。はい、では食べましょう。ではいただきます。よいしょ。おー、赤だしがでかいということでね、ちょっとね、で、そうまい、マイソルト、マイ醤油、マイソルト、アグニ、イワト。ではいただきます。あんまりかけすぎた、辛い。で、いただきます。ちょっと今日はね、ロケに出てるのね、ロケの動画はこの後に上がると思う。どうもね、楽しみにしとってくださいね。はい、ではいただきます。海鮮丼、すごい、漁師丼、なんかいろんなものが入っててね、美味しそうやね。卵も入っててね、なんでこれにしたかっていうとね、エビが入ってないからですと思うね。ちゃんと見ないと、うん、エビ入ってないね。エビ入っとったしね、あちゃん倒れるからね。いや、どうか知らんけど、うん、おいしい。串カツがね、なんやろ、なんか分からへんけど、なんか分からへんけど、エビは入ってなさそうです。で、とりあえずね、ソースでいくか塩でいくか。よいしょ、これかソースかな、串カツ。あ、これかけんの、かけたいね。なんだろうね、うろこついてた。お魚かな。これはね、これ肉か。あ、肉っぽいな、これ。肉からいきましょう。肉が一番最初に食べる。そうすると胃から胃酸が出るからね、消化がいいから、胃もたれしにくくなるんでね。多分豚やと思う、これ。豚、リンゴ、お昼の定食ね、これで税抜き790円、税込み869円やねんけど、ワンドリンクついてくんねん。ワンドリンク180円やけど、これもセットやねん。お得やねん、これ。
に液を分泌してからいろんなものを食べましょう。ホテルさんお刺身美味しいね。赤だし美味しいわ。アグニ、アグニ、うん、魚ね。と卵と、うん、お魚。魚に岩といこ、魚には岩と、卵を潰して、うん、おいしい。うん、魚の油すごい乗ってる。おいしい。お父さんお昼がねリーズナブルで美味しいよね。ほんまにご飯少ないな、少なめで注文したら1センチぐらいしか入ってないね。厚みは小食なの。じゃあほんまに食べ過ぎたら動けんくなんね。最近朝食べてないでしょ、で昼もうそんなに食べてないでしょ、なんか癖ついちゃってね、あんまり食べられんくなっていいね。いいちっちゃなったんかもわからへん、振り痩せれるかもわからへん。ダイエットはね無駄にする必要ないけど、無理せずね痩せられたらそれでいいやんか。女心であります。カチカチ、これカチカチになる。海鮮丼のタレなんかあったんや。今現在で嫌んとこ。タレはね、どうしてもいろんなものが入ってるんで。自己責任でいきましょう。
もんね。よいしょ。お茄子、あっちゃん茄子好きやからな。ミシン海鮮だよね。エビ入ってへんって珍しいな。アレルギーのこと考えてんのかな。そんな考えてないよな。移動中にふと携帯に通知が来たの。ヤフーからのニュースが、奈良県もマンボウ出るって。アウトちゃうと思うんでさ、奈良県、和歌山で愛知、マンボウ、マンボウ出んねやったらさ、三重はマンボウ出てないから、紀伊長島マンボウでも食べに行こうか。わさびの麺。わさびの玉。かんだ。わさびはね、まだいけんねんはいけんねん。もうからしとか、からと、なんかと、和がらしはまだいけるんよ。唐辛子があかんくなってんで、でもわさびはまだなんとかいけるんやけど、不思議やね、人間の辛さって。で、昔はめっちゃ一味とか好きやったんで、もう七味まだマシやけど、ほんましんどくなってきて、うわ、すぎるとやっぱ辛い。だからちょっと七味入れる程度でね。だからお味噌汁に、お一味や、一味でもいいや、一味をこれぐらいやったらいけんねん。の方が風味が出んねんけど、うち光が、ミキちゃんもそうやってんけど、光がそのついでめっちゃ七味使うのよ。すんごいわさび。わさび使ってもだから、ね、であっちゃんがダメになった分、量が辛いのいけるようになってきて、ちょっとずつ。辛いけど美味しい。なんかこの前のカレー、あっちゃん辛いって言ってんのに量はいけるとか言ったら、逆転してきたよ。うん、お茄子美味しい。いただける。白身魚やね。これは塩やな。
い、調味料をよく持っていくあっちゃんにね、またちょっと入れとかなきゃ、ね、うん、今の何やろ、ブリかな、めっちゃ脂乗ってた、大トロかっていうぐらい脂乗ってた、うまい、少なめにして正解かも、ちょうどいいかも、このな、マンボウが出たら見回り隊が出るんでしょ、アホみたいに戦時中かって話だけど、そうなってくるとお店側が、今日は全然大丈夫だけどね、お店側がやっぱり迷惑をこむる、マスクをせえへんかったらあっちゃんじゃん、お客さんじゃなくお店側に罰金が来るようになるんやって、アホでしょ、なんでそんなね頑張ってあるお店を苦しめるのかなと思うんだけど、だからなってくる時にはあっちゃんマスクせえへんって言っても、お店に入る時はマスクをして、食べる時は外す、食べ終わったらマスクをするっていうしゃなあかんのかも、多分食べながら取ったりつけたりしたら絶対口がつくから、あの汚い菌で物食べるの嫌やからそれはせえへんけど、僕はテイクアウトになるのかな、当分ね、言えね。でもあっちゃんツイートした、ちょっと前にツイートしてんけど、またゴールデンウィーク同じですかって書いたけど、その通りになってきたでしょ、バカ臭いね、これで効果があんねやったら今年こんなこと言うてません、去年みんな自粛したもんね、それでも拡大するってことは愚策ってことやねん、なんか何飲食店さんってだんだん減っていく、いやそういうのはもらっちゃうね、庶民が支えていかないといけんと思うね、うんうん、七味が喉きたわ、食店さんに頑張ってもらわなあかんから、もちろん、ね、いろんなもんあるよ、添加物とか関係なしに、やっぱり思い出た時は飲食店さんに頼らんとあかんから頑張ってもらわんとかもね、だから国の嘘に騙されずに外に出ることは大事でも、うん、頑張ってあるとこは応援していくっていうのを日本人でやらなあかんことやと思うしね、言うても稼ぎが少ないからあんまり頻繁には行かれへんけど、でもできる限りの方に頑張ってもらいたいから、あとはこういう配信もしていきたいなと思って、
った大盛りの器は罰や、うん、向井さん私はねこんなぐらい具が乗ってんだよ、あっちの具が見えへんね。具は一緒やけどご飯の量がちゃうからね、こんもりつくまでね、あれは多分普通盛りやと思う。大盛りやったらどんなんやろね。だから大盛りやったりして、すごく負担かかってるし大変やと思うんでね、みんなもね、できる限り外食をしたりそうやって支えてあげるっていうのも大事だと思います。で、あっちゃんはね、外に出た時はできる限り飲食店さんで食べようと思って、その時はもう添加物とかそのあたりのこと言わないようにして、まだ添加物の話するけどね、なんで添加物を使うのか、旬の野菜を使わないのかって言ったら、やっぱりコストダウンで、なんでコストダウンするかというと、お客さんがお昼の定食3000円4000円食べへん、やっぱり1000円までってなったら添加物を使わないといけない、要はコストダウンやねん、それはお客さんも求めてるから仕方ないことやねんね。だからそれはもう合わせていかないといけない。だからこそ普段からもね、ちょっと添加物を食べてみるっていうのもありやと思います。コーヒー、これは、ストレート、ストレートブラックということで、あとはゆっくりコーヒー飲んでごちそうさましたいと思います。今日は美味しかったです、ウォーテル水産さん、これは天理店になるのかな、ウォーテル水産さん天理店でランチでした、美味しかった、ごちそうしました。今日のあっちゃんのお昼ご飯良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。